ヘンリー・スタインウェイヘンリー・スタインウェイヘンリー・エンゲルハード・スタインウェイはドイツとアメリカ合衆国でピアノを制作したピアノ製造技師であり、スタインウェイサンズの創業者である。1797年、ドイツのブラウン・シュバイクでリンムカンの16番目の息子として生まれ、当時はハインリヒ・エンゲルハルト・シュタインウェイクと名乗った。 当時勃発したナポレオン戦争で父親や兄たちが徴用され、その間に飢餓により母親と子供たちは飢え死にし、父親が戻ってきた時に残されたのはハインリヒを含め3人だけだったという。15歳の時は不運にも落雷による火災で、すべての家族を失い、ハインリヒは孤児となった。その後、木工場の主営として孤独な生活を送っていたが、 木材の識別と工作能力に長け、後に家具職人として働いた。ナポレオン戦争が終わる頃、木工技術を生かして、オルガン製作工場で働き始め、その後独立し、自身のオルガン修理工房を持った。オルガンの製作と修理作業の中で、ホルテピアノに強い関心を持ち、イコピアノ製作を開始した。1836年に、 スタインウェイ第一号となるピアノが完成、部品はすべて自分自身で作り上げたという。1842年に革命が起きると、ピアノ制作の仕事が困難になり、1850年、アメリカ合衆国、ニューヨーク市へ、一家総出で移住した。ブラウンシュバイクの会社は、長男のクリスティアンフリードリヒテオドールスタインウェイが、引き継いだ。移住後は名前をドイツ語名のハインリヒエンゲルハルト。 シュタインウェイグからヘンリー・エンゲルハード・スタインウェイに改めた。1853年、スタインウェイサンズ社をマンハッタンのバリック通りに設立した。ありがとうございます。